どうです？今日はですね、心拍持ってきました。こちらです。ダダンと。はい。今日も心拍素材持ってきたんで、ガシガシ削っていこうかなと思っております。こんな感じの心拍。これ、挿し木ですね。挿し木の心拍。ぶっとい枝を刺して、見事活着した心拍さん。活着したその後は、まあ、軽い手入れは入れつつも、基本的には放置してた心拍です。こんな感じの小さいボディを持ってる、なかなかいい感じの素材です。こいつもね、もうバッサリいって、もうこじんまりと整えていこうかなと思います。まずは足元掃除しましょうか。軽くね、雑草がちょっと見栄えが悪いんで、掃除していきます。ただね、足元固まってるんですよね。固まってるから根っこごと取るっていうのは、まあ、ちょっと困難。そして、ちょっと溶けた肥料も、このタイミングで除去しましょう。うわぁ、肥料も固まってるわ。肥料カスがいっぱいあるんで、ちょっと足元きれいにしちゃいます。はい、ざっと。足元掃除しておきました。まだまだ綺麗になりそうだけど、ちょっと固まっててどうしようもないんで、一旦ここまでで、いらない枝ガシガシ抜いていきましょうか。特に陣にするかな。陣にすることも考えるとちょっと残してた方がいいんだけど、まあ一個この辺とか使おうか。さすがにちょい長めに残しておく。よしで、裏回って使えなさそうな挿し枝も抜いておきましょうか。よっと。よっと。あと、これもいらないですね。どっから生えてんだ。あー、結構太いやつだ。これっすね。枝元ここ。こいつ。これも抜いときたい。これは陣にしても面白そうだけど、まあ、なくてもいいな。一旦長く落としとくか。長めに落としといて、後で様子見ましょう。で、これも長すぎるんで、低い位置に立て替えていきましょう。低い位置の枝まで一旦長めに立て替えて、で、後で、さらに追い込めそうだったら追い込むっていうパターンでいきましょうか。これも長いですね。長いとこ全部落とします。今回で、今回の手入れで長いとこは全部落とす。ボディこれで、この枝全部いらないのかな。見えないな。見えないんで、まちまちまいきますか。見えるところから長いところ、ガシガシ落としていきます。これも長いな。ああ、ここにぶっといのが一本出てるんですよね。こいつ、この枝なんですけど。こっから見ると裏から出てる感じか。こっから見るとどっから出てんだ。枝元がわかんない。枝元が見えない。ちょっとかき分けて、中を覗いてみる。ここまで来てますと。あー、なるほど。これだけ太かったら陣として置いてても面白くはなりそうかな。うん、ちょっと長めに一回落とそう。よっと。まあ場合によってはこういう枝をね、こう畳み込んでちっちゃくするっていうのも一つの手ではあるんですけど、畳み込むと要はボディから作り直しっていうことなんですね。畳み込むってことは、その畳み込んだ部分が落ち着くまで時間がかかるんで、結局またそこから 2,3 年放置になるんで、畳み込んでボディを作るっていうのはそれなりに時間がかかることを覚悟しなくちゃいけないっていうのを分かってないといけない。だからあまりね、畳み込むっていうのは
今回は考えてないです。足元のこの辺の枝も切っときましょうか。なんかね、ここにちっちゃい枝あるんですけど、もう使わないんで、枯れてるし使わないし人にもしないんで、この辺の枝もうらー切っときます。切ったら少し足元が見やすくなると思うんでね、切っといて。あとなんか枝が変な風に混んでるな。出どころおかしい枝落としておきましょうか。これも追い込もう。よっと、使える枝が結構少ないかもしれないですね、こうやって見てると。よっと、ひたすらここからひたすらいらない枝落としていきます。この辺とか特にいらない枝多そうなんで、ガシガシ落としていきます。さっき長めに残したこの枝なんですけど、これもねちょっと邪魔なんで落とします。よっと、短くしちゃって、まあ飾りで陣にしてもいいんですけど、いっか、置いとくか。根元は置いといてもいいかな。枝元、根元じゃなくて。はい、一旦ここまで来ました。こんな感じですね。これで、あとは細かいところちょいちょいと残ってるところあるんで、細かいところを中心にいらない枝ひたすら落としていきます。はい、だいぶさっぱりしたんじゃないですかね。かなり枝落としました。この辺のね、いらない枝もバシバシ落として、だいぶ足元すっきり見えるようになりました。もうスカスカですけどね、かなり追い込んでおります。でこの枝なんですけど、ちょっともう枝先葉っぱないんで陣にしちゃおうかなと思います。軽く皮むいていきます。はい、陣化完了しました。ここね、ここざーっと皮むいてあります。であとプラスここもちょいと皮むいてきました。こんな感じですね。よし、これぐらいで押さえていきましょうか。またここからしばらくスギッパの生活が始まると思うんですけど、なるべく大きくしすぎないように、これぐらいのサイズ感を維持して、しっかりとスギッパで育てていこうかなと思います。ここはもしかしたら枯れるかもしれないですね。この陣の付け根あたりから出てる枝なんですけど、これは枯れる可能性あるんで、まあ中から出てきた芽でもう一回芯を作っていくイメージになるかと思いますが、まあそれでいいでしょう。で、うまいことね、小さいサイズ感、このサイズ感でいい感じの立ち上がりボディが作れそうなんで、もしかしたらね、中にもうちょっと埋まってる可能性があるんですよ。だから何とも言えないんですけど、だからできるだけ低く低く作ってみたんですけど、最後に足元磨いて終わりにしましょうか。はい、ざっと掘ってみましたが、こんな感じのボディで、もう少し埋まってそうな感じありますね。なんか植え替えてみないと何とも言えない感じですが、まあそこまで、言うてそこまで深くはないと思うんで、これぐらいかと思います。で、まあ出してみたら、結局この枝いらないとかなって、この辺が差し枝になって、こんな感じで落ち着くんじゃないかなーなんて思っておりますが、まあそれは出してみないとわかんないですね。はい。出した後に、ちょっと様子を見ていきましょう。それは植え替えはいつになるかな？来年かな？今年は植え替えるつもりはないんで、来年以降になると思いますが、一
旦この姿で元気に育ってもらいましょう。カットパスタペーストでも塗っとくか。はい、カットパスタペーストで切り口の保護しておきましたよと。 OK、 こんな感じでいいでしょう。なかなかいい素材が出来上がったと思います。ちっちゃいミニ心拍、こっからね作っていきましょう。そんな感じで本日の作業は以上です。